はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日はですね、ビットコインとイーサリアムと XRP とネムですね、4通貨見ていきたいと思います。今日が2020年の10月の30日ということで、明日でですね10月も終わりという状況になっております。今日はですね、いつもよりだいぶ早く帰ってこれましたので、しっかりね、4通貨見ていこうと思っております。このチャンネルではですね、移動平均線、水平線、チャートパターン、トレンドライン、プライスアクションっていうね、こういう5つのシンプルな、道具をですね使いながら今後の相場分析をしていくと。で、価格予想ではなく戦略構築っていうところをですねメインにしています。なので、YouTube のですねホーム画面にはね画像を載せていますけれども、まあ、いわゆるスクールのような形ですね、毎日見ていただくことによって、相場分析力だったりとか戦略構築の力がついていくような動画構成にですね、しておりますので、ぜひね毎日見ていただいて相場感を養っていただければというふうに思います。で、昨日はですね、LINE アットの方限定でこんなコラムをね、送らせていただきました。まあ、たまにですね、こうトレードで重要な、心理的なですね、バイアスですね、そのあたりを、コラムとしてですね、書かせていただいてるんですけれども、昨日はですね、正常性バイアスということで、まあ、ちょっとだけですね、これ重要なので触れていきたいなというふうに思うんですけども、まず正常性バイアスっていうのは自分にとってね、都合の悪い異常な状態を、正常だ正常だっていうふうにね、思い込んでしまうような、まあ、バイアスがかかると。まあ、これなんでこんなことがかかるかというと、やっぱりまあ社会でね、こう生活していく中でですね、いろんなこうストレスにさらされるわけですよ。で、全ての事象に対してね、全ての起きる事象に対して、真面目にねこう反応していたら、まあ、精神が持たないわけですよね。したがって、まあ、自分を守るために、こういうバイアスを効かせてですね、なるべくストレスを軽減しようというふうなですね、まあある種人間の本能的な部分でですね、こういうバイアスがかかるようになっているんですね。ただしこのバイアスはですね、選ぶことができないんですよね。例えば、有名な話でいくとですね、アメリカの同時多発テロの時に WTC のですね73階から逃げ出した方、エリアさんという方がねいらっしゃったそうなんですけれども、その方がですね後にこういう風に喋っているんですね。不思議なことに全然焦る気持ちが起こらなかったと。ビルの揺れ方、音響からして本当は焦りまくっていいはずなのに、全くもって焦ることがなくね、まあ、自分の心をシャットダウンしているようだったという風なですねことを言っているそうなんですね。まあ、ああいったですね非常事態にもかかわらず、そういうバイアスがですね効いてしまうっていうのがこの正常性バイアスの怖いところなんですね。で、これが投資においても当然起きるわけですよ。ビットコインがねどんどん下がっていますと、まあ今は上がっていますけど、どんどん下がっていますと、まだ上がる、まだ大丈夫だろうみたいなね、そういうバイアスがどんどんかかっていてですね、損切りができなくなったりとか、まあ大きくね土管負けにつながるっていう、まあ、こういう心理状態がですね、まあ、大負けを生み出すということになってしまうんですね。じゃあこれをどういうふうに克服すればいいのかっていうところはですね、LINE アットにぜひ登録いただいて、 LINE アットの中ではですね無料でこういうね講義を配信しておりますので、今後もですね LINE アットに登録いただいて、僕からの配信を見逃さないようにしていただければというふうに思います。それではチャート分析の方に入っていきたいと思います。はい、それではですね、まずはビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。今の時刻が20時16分で、今のビットコインの価格がですね 13,290 ぐらいのところですね。日本円で言うと138万8000円とかそのあたりですね推移しております。今日に関してはですね、まあ、4時間足でですね、一つ一つ見ていきたいと思います。で、まずですねビットコインなんですけども、昨日の動画ではですね、このあたりだったと思うんですね。で、ここからまあ上がる可能性あるねと。で、戦略のところまでですねしっかりやっていったんですけども、まあ一応昨日の展開はですね、まあ上昇に転じたわけなんですけれども、僕の予想で的にはですね 13,800 までねもう一回行くんじゃないかっていうふうに思ってたんですけども、まあそこまで行かずに一旦戻してきてしまったというのがですね直近の値動きになっております。で、まあ 13,800 までは行かないものの、まあまあ高値までですね戻したんですね。 13,600 とか700ぐらいまで戻したんですよ。っていうことはダブルトップっていうところがですね意識されてもおかしくないような、局面だったと。で、今日ですね日経もかなりね下げてきてますし、まあ昨日のダウはちょっと上がったんですけども、まあね、大統領選挙前ということで本当に不安定な相場になっている中で、ビットコインに関してはですね、暴落することなく今のところは堅実に上げているっていうのがやっぱり特徴的ですよね。アルトコインに関しては一気にね下げているような状況ありますけれども、ビットコインに関しては、まだまだね強い展開が続いていると。で、直近のところを見るとですね、ここの 13,100 ドルですね、まあ2019年の時の高値をつけたね、2番目に高いところの水平線なんですけども、ここを明確にですね、まあ抜けたかなというような状況です。13,800 ドル行ってから一旦下げたんですけども、しっかりねここでサポートされて、でまた上に行く中で調整されたんですけども、またここでサポートされるかどうかっていう展開になっております。で、ここでですね注目しないといけないポイント、今日はですねここだけ、ポイントかなというところを挙げさせていただくんですけども、ここの水平線ですね、この水平線がですね13,300
1万3350ぐらいの水平線ですね。はい、まあそのあたりから1万3400ぐらいのあたりにかけてですね、かなり、これは意識されるんじゃないかっていうふうに見ているんですね。でまあなぜかというと、ここね3回目でレジスタンスされそうな形になっているんですね。1回目2回目、そして今の状況で3回目ということで、まあここ抜けるかどうかっていうところがですね、直近においてはかなりね重要な意味を持ってくるんじゃないかなと思っています。まあ、この水平線だけじゃなくてですね、ここの、平行チャンネル、上昇の平行チャンネルで動いているアウトラインのここの、オレンジ色のラインですね、ここでもしっかりねレジスタンスされたっていう、直近の相場がありましたし、まあ一つ上見ればですね、13,800があるんですけれども、とりあえずね次13,800にもう一回チャレンジするかどうかっていうのは、本当にねここの13,350の水平線にかかっている、もしくは13,400ですね、この辺りのレンジを抜けるかどうかにかかっているわけですね。これデコボードを見るとまあわかるんですけども、13,350、400っていうところがですね、ひときわこう、売り板が厚くなっているという状況があります。でなぜここをね、抜けるかどうかが重要かというと、今からの値動きで抜けるかどうかめっちゃ重要なんですね。なぜかというと、もうねこれ三尊天井の形を作っているんですよ。プラス先ほども言いました通りダブルトップですよね。まあ若干こう価格帯は届いていないものの、やはりこういう形が出た時ってですね、結構まあ落ちる可能性非常に高いんですよ。で価格帯もですね、やはりここまでしばらくですね高値を抑えつけられている状況がありますので、まあ市場の心理としてはですね、一旦落ちてもおかしくないっていう風な、まあ怖さがですねあるわけですよ。そういった中でここのラインを守れるかどうか、13,100ドルを守れるかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要なところなんですね。かつ上に関してはこういうね、意識ライン、それから短期の移動平均線なんかもですね上に控えていますけれども、こういった、価格帯をですね抜けるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要で、これをもし抜けたら間違いなく13,800まではチャレンジするだろうと。で本当に重要局面はそこですよね。はい、ここで抜けるかどうかっていうことになるんですけども、ここでまあレジスタンスされた場合はもっとね引いた日足レベルで見た時に当然こうダブルトップのような形がですね、まあ見られるということで、本当の暴落みたいなね形になってくる、12,350とかまでこう下げるような展開になる可能性もありますので、まあそれは次の展開としてですね頭に置いていただきたいんですけども、何せ直近はですねこの13,100、下ではですね13,100で、対して上はですね13,400付近ですね、このあたりをしっかり意識した上でですね戦略を組んでいくっていうのが重要かなと思っています。まあ今のところですね、直近のところを見ると、安値はですね切り上げているので、短期的なところを見るとですね、まあこういったですねトライアングルパターンみたいになってきているわけですね。収束ポイントとしては11月の1日ということで、今週の日曜日になるんですけども、そこまでにですね、まああらかた決着はつくかなと思っています。これ上に抜けるんであれば、またこれ13,800試して抜ける可能性結構ね高くなってきていると。まあこういう状況の中でね、まだまだやっぱり買いが入るっていう可能性も十分考えられますし、一方でこんなね、三角持ち合いを下に抜けるんであれば、その勢いのままですね13,100も抜けて12,300ぐらいまでもまあ落ちしてくるという状況もですね十分考えられますので、この三角意識したですね、まあ戦略を立てていくと。基本的にはまあ今ね上に向いています、移動平均線すべて上に向いていますので、まあロング戦略で一回攻めて、損切りラインとしては13,100ですね。ここのね損切り、抜けたらの損切りするということはですね絶対に守らないといけないルールかなということで、まあそういった戦略をですね立てていただければというふうに思っております。続きましてイーサリアムの方を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、イーサリアムの4時間足です。今のイーサリアムの価格が377ドルということで、日本円でいうと3万9400円ぐらいのところを推移しているという状況です。イーサリアムに関してもですね、昨日の動画で、まあ上は厳しいだろうと言っていた状況があったと思います。まあ一応ね、言っていた通りに、ここのですね、意識ライン、375ドルまではですね、落ちてくる、ということになってしまったと。まあ移動平均線がですね、完全に下向きで、上に全部ね、控えていましたので、まあさすがにそこから買っていく人いないだろうというような状況でしたよね。はい、でいつも僕が言っている短期の移動平均線下向きの中で、下から上にローソク足がタッチしたポイントですね、こういったところでまあショートを打っていけた方はですね、ここまでの利幅は取れたんじゃないかなと。で本当に今からね難しいのはここの局面で、やはりここの376ドルっていう水平線ですね、ここは直近のところでかなり意識されて、まあ直近だけじゃなくて過去含めてですね、相当意識されているラインなんですけども、ここをやっぱりね抜けてしまった場合は、ここのですねコロナショック以降ずっと続いている上昇トレンド
ラインですね、ピンクのラインなんですけれども、まあ、ここのまあ割り込みまでね考えないといけないような局面になる可能性はあるかなと思っております。で、戦略に関してはやはりですね、これ今376度のこの水平線上にいるので、今から買っていくこともできないし売っていくこともできないっていう状況ですよね。あくまでね先に相場を動かしていくっていう思考をですね持った方がいいですね。なので、どういうことかというと、もし上に上げた場合はですね、やはり意識されたラインを超えるまでは入っちゃいけないわけですね。例えば、ここ長期の移動平均線がもしこういう風に伸びてきたとしますという中で、ロースク足がですねぐーっとこう伸びましたと、で戻ってきたポイント、ここで入るんですよね。ここで入っちゃダメなんですよ。この辺りで入っちゃダメなんですよ。なぜかというとレジスタンスされる可能性があるからです。特に直近のところはですね、ここ390ドルっていう水平線ね結構意識されていますので、まあここでですね入ってしまうと一気にね逆方向に行ってしまうわけですよ。あくまでね短期的にはこれ下落トレンドですので、ショートは狙ってくると。なのでショートが狙えないポイントですよね。一旦抜けてしまうとショートはもう狙えないわけですよね。したがってここで入って押したところでここでですねもう一発追加して上を狙っていくっていう戦略、これがですねまあ相場の基本になります。下抜けた場合はですねやはり一旦下抜けて戻ってきたポイントですね、ここでロング入れないじゃないですか、なかなかね。意識されたラインを下抜けての戻しなので、ショートが入ってくるっていう市場心理の中でここでロングに入る人いますかっていう風な考え方、なので、ここでまあ安心してですねショートに入っていってここまでを狙っていくみたいな、まあそんな戦略をですね、しっかり立てていくことができれば収益もまあ勝率もですね安定してくるんじゃないかなというふうに思っております。続きまして XRP 見ていきたいと思います。はい、こちら XRP ですね。今の XRP の価格が 23.5 セントということで、日本円で言うと 24.6 円ぐらいのところを推移しているという状況です。 XRP に関してはかなり厳しい局面になってきました。まあ以前のね、昨日の動画でも言いましたけれども、相当ね厳しい局面だったわけですね。まあ、イーサリアムよりもさらに厳しい局面であったと。今日ですね、かなり下げてきておりまして、まあ、一時ですね、この 23.1 セントのこの水平線ですね、ここまで落ちてきたんですけども、ここはさすがにね、サポートされたという状況になっています。で、まあ、今ね、4時間足レベルで見ると、このね、コロナショック以降続くピンクのラインをですね、もう下抜けてしまっているんですけれども、まあ、日足レベルで見ると、まだね、しっかり明確に抜けたっていう感じではないわけですね。したがって今日明日、まあ、今週中の値動きめちゃくちゃ大事になってくるかなと思っています。日足レベルでここのですね上昇トレンドライン割ってくるようなことがあれば、23.1 セントも割ってきて本当に暴落のような形ですね、22円台とかまで落ちてくる可能性も十分考えないといけないという相場になってきておりますので、しっかり XRP に関してはですね警戒感を持って、見ていかないといけないかなというふうに思っております。移動平均線的にも全てね、上にあるし、まあ、こういうね 24.5 セントの水平線だったりとか、まあ今はですね4時間足レベルで見てもコロナショック以降のこのトレンドラインがですね控えているという状況なので、なかなかもう上に行くことはもう、今の状況からしてかなり厳しいかなと思っていますので、まあ本当引いた目線で見たら分かるんですけども、ここの 23.1 セントがめちゃくちゃ重要なんですよね。ここを割ってしまうと次の目標値としてはですね21セント、22円台までね下げてくる可能性ありますので、しっかりねここ警戒して、まあ、損切りラインをしっかりね明確に決めておく必要があるかなというふうに思っています。まあ、ここの 23.1 セント割られたら一旦逃げるっていうふうなね、考え方で僕はいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ショートに入るっていうのもね、手かなと思っております。しっかりこういった意識ラインをね根拠にした戦略をですね組んでいければいいんじゃないかなというふうに思っております。最後にNEMの方を見ていきたいと思います。はい、それでは最後にですねNEM見ていきたいと思います。今のNEM の価格が 9.7 セントですね、日本円で言うと10円ぐらいのところですね、推移しております。NEM に関してはですねこういうディセンディングトライアングルをですね大きな目線で築いていたんですけれども、まあ直近のところでですね一時ね、8.7 セントぐらいまで下げた後に戻してきているポイント、ここはショートが狙われるという状況ですよね。まあ以前からですねもうずっとこう下げてきているので、ショートが狙うというよりはねもうまあロングで持っていた人が手放しているというか、まあ、新規のショートも入ってきてると思うんですけども、まあ、だらだら下げてきている状況っていうのはやはりロングがね狙っていきにくいポイントですよね。そういったところでどこまで落ちるかというと、やはりですねこの8セントまでは落ちるんじゃないかなと思っています。で8セントまで落ちた時にやっと買いが入ってくるような、展開になる可能性はあるんじゃないかなと思っているんですけども、それもねちょっとどうかわからないぐらい、この相場はね読みづらいですね。まあ、一つ言えることは各種移動平均線すべて下向きで、パーフェクトオーダーという形ですね、下落の
パーフェクトオーダーという形を作っていますので、非常に上に行きにくいと。ここの 10.5 セントもですね、水平線としてしっかりね、レジスタンスとして機能してくる可能性があるという状況で、今のところからですね、上に上がっていくのは相当なパワーがいるという状況かなというふうに見ております。やはりアルトコインですね、どれ見ても厳しいんですよね。ちょっとアルトはね、厳しい状況が今後も続く可能性あります。しっかりね、そういったところも踏まえながら、どこで買っていけばいいのかっていうところですね。少なくともやはり今買うべきではないし、様子を見ないといけないかなと。少なくともこういうね、パーフェクト、下落のパーフェクトオーダーというところでね、安くなったんだからもう上がるだろうっていう風な買い方は絶対にしちゃダメですよね。しっかりこういう8セントまで落ちるという風にね、見込まれるんであれば、しっかりここで入っていこうという風に決めて、これを抜けたら一旦それも損切りしようという風な考え方でいくと、やはり1回1回の損失は限定できて、本当に買っていきたい、本当にそこからトレンド転換が起きるようなところでね、しっかり拾っていくことができたりしますので、そういったところもね、重要になってくるかなというふうに思っております。はい、ということでね、今日は久しぶりに4通貨見ていきました。今週ね、ほとんど動画撮れなかったので、今日でね、スパートをかけていきました。来週からはですね、ちょっと落ち着くかなというふうにね、思っているんですけれども、もしね、動画撮れない場合でもですね、こういうトレーディングビューに関してはしっかりね、投稿していきたいと思っていますので、そのあたりもですね、しっかり注目していただければというふうに思います。はい、ということで今日の動画ここまでにしたいと思います。皆さん良い週末をお過ごしください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。